日本史目次日本26成人記念館の隣接する長崎市西坂公園内にあるルイス・フロイス記念碑。ルイス・フロイスはポルトガルのカトリック司祭、宣教師。イエズス会史として戦国時代の日本で宣教し織田信長や豊臣秀吉らと会見。戦国時代研究の貴重な資料となる日本史を記したことで有名。1532年に リスボンに生まれる。1541年、9歳で、ポルトガルの宮廷に仕え、1548年、16歳で、イエズス会に入会した。同年、10月に、当時のインド経営の中心地であったゴアへ赴き、そこで養成を受ける。同地において、日本選挙へ向かう、直前のフランシスコザビエルと日本人、協力者やジローに出会う。 このことがその後の彼の人生を運命づけることになる。1561年に5話で被災に除外され、語学と文筆の才能を高く評価されて、各選挙地からの通信を扱う仕事に従事した。1563年、31歳で横瀬裏に上陸し、大村住忠のもと、念願だった日本での布教活動を開始。その後、と、 後藤高明の争いにより、横瀬裏が破壊されたので、平戸に近い卓島に避難し、ここで10ヶ月、病魔と戦いながら、同僚から難解な日本語及び日本の風習を学び、1564年に平戸から京都に向かった。1565年1月31日に京都入りを果たし、ガスパルビレラや日本人修道士、ロレンソ両サイラーと共に布教活動を行った。 しかし保護者と頼んだ将軍、足利義輝が、永六の変で殺害されると、三好唐らによって、京都を追われ、摂津国、堺に避難した。翌1566年に、ビレラが九州に行ってからは、京都地区の布教責任者となった。1569年、将軍、足利義明を要して台頭していた、織田信長と二条城の建築現場で、初めて対面。 既存の仏教界のあり方に、信長が癖癖していたこともあり、フロイスは、その信任を獲得して、機内での布教を許可され、グネッキソルディオルガンティノなどと共に布教活動を行い多くの信徒を得た。その著作において信長は、異教とながら終始好意的に描かれている。フロイスの著作には、信長後期などから伺えない記述も多く、戦国期研究における重要な資料の一つに、 なっている。その後は、九州において活躍していたが、1580年の巡殺しアレッサンドロ・バリニャーノの来日に際しては通訳として、視察に同行し、安土城で信長に拝謁している。1583年、時の総長の命令で、戦況の第一声を離れ、日本におけるイエズス会の活動の記録を残すことに専念するよう命じられる。 以後フロイスはこの事業に成功を傾け、その傍ら全国を巡って、見聞を広めた。この記録が後に、日本史と呼ばれることになる。当初、豊臣秀吉は、信長の対イエーズス解政策を継承していたが、やがてその勢力拡大に、危機感を抱くようになり、1587年7月24日には、バテレン追放令を出すに至り、フロイスは、機内を去って、 カズサを経た後、大村領長崎に落ち着いた。1590年、帰国した天正県王施設を伴ってバリニアーノが再来日すると、フロイスは同行して、受落台で秀吉と会見した。1592年、バリニアーノと共に一時マカオに渡ったが、1595年に長崎に戻る。1597年には、26世人の純教記録を、 文筆活動の最後に残し、7月8日大村寮、長崎のコレジオにて没した。65歳。フロイスは日本におけるキリスト教宣教の栄光と悲劇、発展と社用を直接目撃し、その貴重な記録を残すことになった。早くから文筆の際を注目されていたフロイスは、毎年のイエズス会日本通信や日曜文化比較を含め、 多くの著作を残しており、特に有名なのは日本史である。この本の記述は1549年のサビエルの来日に始まり、1593年で終わっている。当時の日本人とは異なった西洋のキリスト教徒としての視点から見た歴史上の事件の数々に関する記述は重要な研究資料となっている。また、標音文字のアルファベットで書かれた書物のため、 かなや漢字だけでは不完全な当時の人物や文物の発音なども読み取ることができることから中世紀の日本語、言語学、歴史言語学などの資料としても重要である。日曜文化比較にはヨーロッパでは言葉の明瞭であることを求め曖昧な言葉は避ける。日本では曖昧な言葉が一番優れた言葉で最も重んぜられていると書いている。以下は 主なフロイスの著作の翻訳、ありがとうございます。